お疲れ様でございます。国土の均衡ある発展を図る観点に立ち、過疎地域の自立促進を目的に立法された過疎地域自立促進特別措置法、いわゆる過疎法が今年度末に期限を迎えようとしております。新たな過疎対策法制定に向けた動きはありますが、対象となる自治体が縮小される可能性が出ております。横手市としてはその動向によっては大きな支障が出るものと危惧している状態です。この過疎法は1970年に10年間の期限付きで施行され、その後も新法の制定や期限の延長を繰り返してまいりました。現在の過疎法には市町村合併後の特例措置として、いわゆる一部過疎とみなし過疎が設けられております。一部過疎は合併前の旧市町村のみを過疎地域とみなす制度で、県内では秋田市の川辺地区が対象となっております。一方、みなし過疎は合併後の新市町村全体では過疎地域に該当しなくても、人口や面積など一定の要件を満たしていれば、新市町村全体が過疎地域とみなす制度で、横手市はみなし過疎となっております。県内では横手市以外に大館市、由利本荘市、大仙市がみなし過疎となっております。市町村が策定する過疎地域自立促進計画に基づく過疎対策事業債は、元利償還金の7割が交付税として戻ってくる有利な財源です。横手市はこの活用により、農林業の振興や自動車に代表される製造業の集積、情報サービス業など成長分野産業への支援、企業及び創業支援への取り組み、地域経済の活性化と雇用創出への取り組みなど、市全域を対象としたさまざまな事業を展開しております。しかし、自民党の過疎対策特別委員会が3月に示した今後の過疎対策の方向性の素案では、一部過疎については設けることで検討しているのに対し、みなし過疎は設けることの是非を含めて検討となっており、継続されるか大変厳しく不透明な状況となっています。人口減少や少子高齢化が加速している横手市にとって、このみなし過疎の要件がなくなると財政運営に大きな支障をきたすことになります。また季節して発生した新型コロナウイルス感染症は、首都圏への集中型社会の歪みや課題を浮き彫りといたしました。そして中小規模の都市が全国土の中にバランスよく存在する分散社会の必要性も示したといえます。こうした中で過疎法の見直しの是非は慎重な議論が必要だと思います。県内4市はもちろん、秋田県を含む全国25のみなし過疎指定の市町村は一体となって、国および関係団体に制度の堅持を求める積極的な働きかけを行っております。自民党の過疎対策特別委員会では、今月中には提言をまとめる予定となっているようですが、地域間格差がさらに大きくならないよう対局に立った見解を求めたいと思っております。私からは以上でございます。